はい、どうも。今日はまとめ動画していきたいと思います。100万ディエンというか、まあ、ディエンがですね、こんな感じで、まあ、一応全部さらっと紹介します。全部、あ、ちょっとこれ1000万、ちょっと違うとこにあった。全部見たんですけど、約4億円でした。10ボックスで。はい。まあ、一応今回のだけで4億円ということで、ディエンは今回少なめでした。ディエンはガイグレンの方がたくさん当たりましたね。やっぱり。なんか結構、500万ディエンとかが当たったりとかして、100万ディエンとかあって、こんなに買ってるのに、この2000万ディエンが出づらかったってことですね。だいたいワンボックス、にほとんど入ってない。4枚しか入ってませんでした。あ、5枚しかなかったです。全部見たら。普通はワンボックスに1枚ほとんど入ってんですけど、今回ちょっとディエンの方を集めたい方は、大銀河かガイグレンにしてください。で、ちなみに、500万ディエンが22枚でした。はい。22枚で数えたんですけど、で、1000万ディエンが13枚でしたね。あ、14枚ぐらいでした。はい。という形です。で、2000万ディエンが意外に少なくて5枚しか入ってませんでした。今回5枚ぐらいしか当てられませんでしたね。ということです。はい。では、こちら、出たカードの紹介。ベリー以上ですね。はい。ゲンジトリプルが、約、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12枚ですね。はい。そして、絶望バットが、1,2,3,4,5,6,7,7枚でした。10ボックスで7枚しか入ってないので、結構貴重でしたね。ビシャスデスラーが1,2,3,4,5,6,7,8,9枚、あ、9、10枚です。はい。そして9エンドが1,2,3,4,5,6,7,8,9。こちら9枚あります。はい。結構当たりやすい方かもしれませんね。9エンドは。はい。そしてクロノパゲラが1,2,3,4,5,6。6枚です。スーパー6枚なんでね。まあ。そしてザ・デッド・ブラッキーは結構多かったです。1,2,3,4,5,6,7,8。8枚も当たりました。はい。そしてデスゴロスが2枚です。まあ、これは結果を見てる方はもうわかると思います。で、モルトのシークレットと、あとダブルビクトリーの普通の、モルトネックスの、あ、ネクストのやつが3枚でした。ということでしたね、今回結果。まあ、ちなみに箱は2つぐらい捨てたんですが、まあ、ここでね、整理してたらこんな感じになりましたよ。はい、もう。はい。ということで、まあ、4億ディエンぐらいになると、こんぐらいの厚みになるみたいなんで、ぜひ皆さん集めてみてはいかがでしょうか。まあ、なんかもう、タワーですね、タワー。アニメの、何でしたっけ、ディエルマスターズの切り札勝負が出たじゃないですか。兄の。勝負がこんな感じでディエンこんなやつやってましたけど、ぶっちゃけでしたっけ？それと同じようなことができますね。はい、10ボックス買うと。アニメのあれをやりたい人は10ボックスぐらい買って、ちょっとやってみたらどうでしょうか。はい。勝負の兄貴みたいになれますね。あと、まあ、結構、まあ、はい、ブラッキオの方が出てました。この絶望バットより。まあ、どんだけこのバットが出やすいかっていう、ああ、違う。このザ・ブラッで、デッドブラッキオが出やすいかというね。まあ、ぶっちゃけ8枚って当たりすぎだと思いますね。で、ちなみにクロノパゲラは1,2,3,4,5,6枚なんで、まあ、まあ、多めっちゃ多めですね。うん。はい。ということなんで、まあ、ご視聴ありがとうございました。また見てください。